まず1枚目から。さすが。ミキコの部屋始まるよ。11月15日、時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。お相手しますのは川満ミキコです。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットする、この時間帯皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは 797fmginowan.com です。また FM ギノワンのホームページでは動画配信もされております。ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートもお願いいたします。お待ちしております。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただくと、どこでもラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただけます。ぜひお試しください。さて、沖縄も本当に少しずつですけれどもね、秋らしくなってまいりました。大阪でこの番組をお聞きのマキさん、マキちゃん、江上マキちゃん、マキさんですね、もう大人なので、今日もお聞きでしょうか。毎週美味しそうなデザートを紹介しながら食べているミキネーは、まあ私のことなんですけどね、幸せそうというコメントをいただきました。はい、今日も番組後半に美味しいもの紹介します。どうぞ最後までお楽しみください。それでは本日、輝かしい第20回目のゲストさんをこの後お迎えしていきたいなと思っております。そろそろ来る頃かな。はい、どちら様ですか。ミッキーさん。どちら様でして。奥間あやです。あやさんだ、ようこそ。はい、ありがとうございます。お待ちしておりました。はい、もう緊張緊張。本当大丈夫。ご紹介いたします。はい、ブライダルシンガーで活躍中の奥間あやさんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵なお声、今日もね午前中歌ってきたんですよね。歌ってきました。ありがとうございます。はい、もうその後もこちらのミキコの部屋まで駆けつけてくださって本当にありがとうございます。とんでもございません。早速ですがね、あやさんには自己紹介をしていただきましょう。ご自身でどうぞ簡単に、ね、お願いします。東京出身、東京生まれ、はい、で沖縄の人と結婚しまして、うん、沖縄に来まして約14年ぐらい。そうか。うん、元はミュージカルをやっていたんですけれども、うん、こちらでもミュージカルやりたいなって思っていたんですが、はい、なくて、なかなかね、はい、そのまま、まあ、道にこう、まあ、そのままもうこのまま、ブライダルシンガーの道に来てしまっているって感じですね。素敵だと思いますよ。はい、沖縄の方と結婚を機にこの沖縄の方に在住になられた、はい、ということなんですが、読谷村で在住、そうです、ずっと、はい、ね、那覇でもなく、ね、沖縄市とかでもなく読谷村、いきなりも読谷村に住まれたということで、読谷しか知らなかったし、多分読谷しか知らないのかな。でももう14年、私多分その頃ね、本当に10年前ぐらいから一緒にお仕事もさせていただいたんですけれども、早いですね、あっという間。やばいですね。やばくないですね、やばくない。もう積み重なってますからね。もうほぼ沖縄のうちなん、はい、うちなんちゅになってるとは思いますけど、はい、ちょっと私が聞くのもなんですけど、はい、沖縄ってやっぱりのんびりしてたり、はい、いろいろカルチャーがまあね、東京とは全然違うかとは思うんですけども、うん、そういう話も今日少し聞かせていただけたらと思っております。はい、読谷村の方で、はい、いろいろ拠点に、うん、
活動されてる奥間彩さん、はい、あのうちの歩みの話からまず聞こうか。うちの歩み、沖縄ライフのカルチャーショックがあれば教えていただけた、ね、さっきもねいろいろ出てきたんですけど、ね、もうかいつまんでナンバーワンツースリーといきましょうか。まずワンツースリーもうワンをどれにしていいかわからないですけど、まずでもまずこの来るさ行くさ、はいはいはい、よく聞きますね。今から来るさね、来るんだよ沖縄の人は行くときは、あれみたいな誰が来るの、そう私行くの、私が来るどこに来るみたいな、カムもゴーも一緒なんです。そうそうそうだからなんとかしましょうねはい、みんなでやります。それは食べましょう、行きましょう、帰りましょう、でも一人でやる一人でやるそうそうそう、食べましょうねみたいな、あれみたいな、ね、私だけ、もうあなたもみたいな、半時間後に来るさね。さっき私発覚したんですが、はい、あの日常じゃなくてこの標準語では半時間という使い方をしないと、しない、もう30分って。ラジオの向こうの皆さん、ちょっと打ち当たりしてる人いませんか。半時間イコール30分で分かっているけれども日常半時間という言葉を使わないそうです。1時間半とかね、あ2時間半とかいう使い方はあるけれども、うん、半時間したら、半時間はだからこれがうちなぐちなのか分からなくて、最初に分かるさ、1時間半分なんだから、分からないさ、はい、上手になってる、さも使えるようになっている、さあさあ使ってる、なかなかいいじゃないですかね。そんなまああのまあカルチャーショックもありながら、はい、もう普通にねもう自然に使えてるあやさんも本当にすごいとは思うんですけれどもね、さてさてこのブライダルのお仕事ね、いかがですか。うん、やっぱりこの楽しいからこそこれも14年ぐらい。あーなるほど。そうでももう最初はもう本当に人の結婚式のお祝いなんて、うん、もうねえもうドキドキしちゃって、一生に一回って考えるとねえ私の歌でこうなんとか思っていましたけども、早さんの印象はいつでもこのなんだろう、透き通る声、なんて言ったらいいんだろう、チャペルの声にすごく合ってるなっていうのがあって、まあ、でも見た目もそうなんだけど華奢なんですよ、あやさんは。もうあのお子さんもね3名、そうですね、ボーイズ、ね、男の子男の子3名も育った、お母さんと思えない本当に華奢な、ね、お体 で、ね、歌声もねすごくあの透き通るような声だなって、うん、まあ、ミュージカルしてたからかなと思ったけど、そういうイメージとはまた別で、うん、すごくあのチャペルの雰囲気に合ってる声だなという印象のあやさんです。嬉しい、うん、よし、なんとなくまとまってきたでしょ、上手そんな上手とかじゃないあやさんのことを紹介したくてね、いろいろあの私も昨日から考えておいたんですけど、はいはい、さてじゃあそんなあやさんからの今日1曲目、早速ですが、はい、おすすめの曲ご紹介していただきたいと思っております。最近から大好きなスーパーフライ、うん、はい、ポテトじゃないよね、はい、違う違う違う、おばあたちを考えてたスーパーフライって言ったらあの何だった、エンダーのカーリーフライとかカーリーフライ、そうそうそう違いますみたいな、はいはい、ボーカルです、はい、スーパーフライ、はい、のビューティフル聞いてみましょう、はい、スーパーフライ、カーリーフライ、そうスーパーフライなんでねカーリーフライ、エンダーの人しかわからない、エンダー知ってる人じゃないと知らないんですけど、はい、みたいな、違うよみたいな、さあ後半も行きましょうね、はい、うん、上手、上手です。いやいやいや、最初の道なんつったらいいのかな、ね、何に乗ってるとか大丈夫なのかな、うん、ここライブ来た時とか見たことあるんですよ、面白そうですよね、ライブ来た時ここで誰かが歌うんですよ、うん、いたスーパーフライのライブ面白そうね、やばかった、ね、でもミーシャもすごいけどスーパーフライもね、ちっちゃいけどすごい、スーパーフライの人ちっちゃいんですよね、ちっちゃい、ちょっと休んでたんでしたっけ、なんかそうなんだ、ミーシャが休んでたんでしたっけ、なんかでもみんな休まないと思う休憩は大事大事、うん、それだそれだ、この後、はい、CM に入ります、はい、戻ったらこれでお願いしますね、はい、楽しみだな、お父さんは終わったかな、ね、お父さんお疲れ様です、じゃじゃんじゃじゃん、すいかなんかのドラマの主人公、なんかのドラマの主人公でした、あ、主人公じゃない、主人公なんか、なんでしたね、なんかでした、うん、いかがよ、おいさんスーパーフライ聞くんだと思いました
そう、最初は愛を込めて花束だって、あれを、まあ、スーパーフライの代表曲で、で、この知らないまでは普通に見てて、あ、まあいい曲だなぐらいだったけど、この人が 生っていうかテレビで歌ってるのを見て、すっごいなと思って、パワフルで、ちっちゃくって、もう全力で顔までを見た瞬間に、私なんかまだ力上がってるかなってこういう風に歌って歌ってんだみたいな、本当に全然ちょっと真面目に歌いがちじゃないですか、なんぐらいになるとかなんでいいですよお祝いですからね、まあね、でも、うん、あの主人公はあくまでね新郎新婦でもあるし、なんか歌ってこういうものなんだ、歌ってこういうものなんだみたいな、半時間はちょっと私打ち明かしちゃったと思いません、今持ってる人いっぱいいたんですよ、半時間って言わないのってでも、ですよね私だけじゃないです、ね、大丈夫ですよね、大丈夫です、私もみんなに聞いて半時間で言ってないみたいな分かってる、分かってないよ分かってるもんですよあれはあの、だからよはなりました、ああ、これは使う、もうちょっとなんでかね、だからよね、本当にだよねってことだよ、だけど全てこれが悪すもんね、答えになってないのに、そう答えになってないって、だからよなんとかなんとかだしとか聞けばいいけど、困った問題があるのに、うん、だからよねって解決されてる、そう解決になってますね、確かにそうです、便利な言葉ですそうだ、使っておきます、はい、お願いします、 CM 明けで1分間 CM があります、はい、はい、で、赤マーチがつくと思うので、そしたらスタンバイとしますね。あ、またまた黄色なので、うん、大丈夫ですよ。お母さん頑張ってるよ。頑張ってるお母さん。またまたね。お邪魔しております、ありがとうございます、本日は悪魔屋さんをお迎えしております、はい、楽しんでますか、はい、ドキドキまだまだドキドキしています、じゃあ、今日の本題入りましょう、はい、現在ブライダルシンガーでご活躍の悪魔屋さんなんですけれども、はい、実はその傍らというよりも、まあ、今回ですね、なんと、はい、全国童謡コンクール、はい、あのよく CM とかでも流れていたんですけれども、その、はい、童謡コンクールの大人部門、うん、グランプリ大会に今週末出場が決まってるということで、おめでとうございます、やばー、すごい、いいんじゃない、素敵じゃない、もう私ドキドキしてますよ、ね、今回、デュエット、ね、あやさんと、はい、同じくブライダルシンガーで活躍中の、はい、まあ、ソプラノでもありますけども加藤さやかさんと一緒にデュエットをして、うん、はい、一緒に出場するということをお聞きしてます、はい、童謡だから必ず童謡コンクールだから童謡を歌って、エントリーするんですよね、これね、そうでもないですか、そうです、でも童謡唱歌、唱歌あり、うん、ありでした、で今回は何の曲を歌われるんですか、今回は里の秋、里の秋、はい、2人のデュエットもいつか聴いてみたい、今日ね本当は加藤さんもね、はい、こちらスタジオにお招きしたかったんですけども、同じくね今日はもう挙式の方で、はい、あの歌で頑張ってるということでお呼びできなかったんですけど、加藤さんの分もあやさんが頑張ってますよ、はい、はい、今週末土曜日でしたっけ、本番は日曜日、そうです、土曜日に行って、うん、はい、リハーサルをこなし、はい、日曜日が本番、全国のね、あの8組の中、大人部門の8組の中に選ばれた奥間さん、はい、加藤さん、お二人、素敵、もう1曲しか歌えないんですか、このエントリーとか、1曲です、2分間、もうジェットコースターです、素敵、何この、あの
衣装とかもお二人で揃えてるんですか。はい、もう衣装も何か海のような空のような違うか秋の外の秋だから里の秋的な、今日その衣装で着てほしかった。まさかどっから来るんですか。じゃあもうラジオなんですけどその雰囲気を仮面なし醸し出して。そうなんだ。そうなんですよ。でもねこのねあの出演決まってぜひこの番組で応援させてくださいっていうことで今日は声かけさせていただいたんですが、はい、いかがですか。もう大会を目前にして意気込みをちょっとお聞かせください。そうですね、うん、もうでもこの里の秋は本当にもうメロディーが綺麗で選んだんですけど、うん、あの静かなの。そうそう、そうですね、でも歌えば歌うほど、うん、歌詞の内容が悲しすぎて、はい、悲しいんですね。悲しいんですよ。この戦争へ行ってしまったお父さんがなかなか帰ってこなくて、もういつも待ちわびてて、でこの木の実が落ちるポトポトっていう音がお父さんの、はい、あら素敵なこの曲が歌われる。まあ、あやさんの声ではないんですけどね。ですね。そうなんかそういうのをなんか考えた時に、チョイスは誰が決めたんですか。これも二人ですね。でも今あんまり童謡って歌われてないじゃないですか。そうそうそう、私何か誰とだったかな、セイロトモコさんと歌う機会があって、うん、ちょこっと二人で歌った時に、うん、来ていた小学生が昔の歌って言って全然反応してくれなくて、これ大事な歌だよみたいな。そうね、そうそう、聞いたことない、わかんないみたいな、うん、みんななんか聞いてるお客さんは揺れながら楽しんでるのに、うん、小学生はボカーンとして、うん、まあ、教科書にあるけどそれはなんか紹介されなかったりするのかなとか。そうです、ね、寂しい現実もちょっとありながらも、ね、本当にねこういう童謡唱歌はね、うん、いつまでも歌われてて欲しいです、はい、その時の時代がもうすごい背景でもう映し出される、うん、本当にもう昭和の初めぐらいの曲ですか。そうです、はい、なんとか戦争をお父さんが言ってしまってみたいな、うんうん、もうなんかお父さん帰らなくて足音の木の実をポトポトって、うん、お父さんかな、ああそういう背景の中の曲だったんですね。はい、なんかもうあんまりでも思い入れすぎるともう逆に歌えなくなるからまあまあまあでも2人のね素敵な歌声でぜひ東京の方でも声響かせてきてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、私たちも応援してますよ。はい、はい、力強いあの決意も聞けましたね。はい、そういうことで続いていきますか。はい、はい、この番組唯一のコーナーというのがありました。あやさん、はい、力強い決意の後にはじゃじゃ、はい、美味しいものシャイコーというコーナーに行かせてください。ガシャガシャガシャ、しばしお待ちを紹介させてください。今日は、はい、あやさんが読谷在住ということで、読谷村にありますお隣屋というパン屋さん、はいね、メロンパンを買ってきました。美味しそう。これ色が普通のと違うね。ちょっと全粒粉全粒粉ってなんかさっき言ってたんですけど、どうぞお食べください。メロンパンです。今日のデザートは、うん、うん、いかがでしょうか。あ、もちもちしてる、うん、ここのねパンの生地は結構もちもちしていて、はい、あの読谷の残波岬に向かう時のこの一直線の6号線、何号線か分かんないんだけど、多分6号線、ね、6号線っぽいところをまっすぐ行った時に左手ありますね、はい、読谷バスターミナル越えたあたりですか。あ、そうですね、左手コインランドリーのある一角の、ね、お隣屋というパン屋さん、多分ねパン好きな人はね立ち寄ることがよくあると思うんですよ。いかがでどんどん食べちゃってください、はい、このメロンパンの甘さとかはどうですか。甘すぎずですね。でなんかこの機械的な味がしない、うん、じゃあこの愛情手作り感、うんうん、ティーアンダーもいっぱい入ってるかもしれないよ。はい、わかりますよ、ティーアンダー。あ、ティーアンダー分かる、よかったよかった。でも手油ですよね。いや、愛情です。もうそのまま言っちゃいけません。愛情、美味しくなれの愛情ですよ。はい、じゃあそれあの食事してる、あの試食してる間にもう一曲紹介していただきましょうか。はい、あやさんの今日のおすすめ曲、はい、2曲目いかがでしょうか。はい、美空ひばりさんの渋い流れのように聞いてみましょう。はい、わー渋いね。渋い、うん、歌います。これもんカラオケで歌ったりとかします。まだってない知らず知らず歩いてきた細く長いこのまだまだ伝えないね。ちょっとこの曲やっぱり恐れをやっぱ薄っぺらくなっちゃいそう今歌って。
遠ぼこ道や曲がりくねった道、地図さえない、それもまた人生。お届けしています曲は美空ひばりさんで川の流れのように、はい、名曲ですね。名曲ですね。ありがとうございます。しんみりしますね。あやさん、あえてこの曲を選んだ理由とかあるんですか？いやいや、もうお恥ずかしいことながら、もう年もやっぱり取ってきまして、はい、いやあやさん全然変わらない。会った時から20代ですよ、はい、ずっと20代ですよ。そうですか。まあ、いろんな道が人にはありますねと思って、しみじみと、いやね、いいことばかりじゃなく、うん、悪いこともあり、やっぱ地図ない、そのまま本当にもう生かされたままみたいな。どうしようかね、やばいですね。ちょっともうまあまあ、でもね、はい、あの人それぞれだけど、やっぱりみんな ね、 ね、あのそういう中でいろいろ人も出会ってるだろうし、立ち止まってもいいさね、うん、なんかそういうことが今この曲を聴いて、あ、いい曲だなって思える年齢まで来たんですよね。あ、若い時はこれはちょっと分からなかったですね。あるかもしれないね、うん、やっぱり年齢を重ねることで、はい、歌詞の中のね、奥深い意味とかも分かる、はい、もうチョイスありがとうございます。多分ラジオの向こうの人たちやんどーって言ってね、そういう人生を変わるのがるよと思ってる主婦の方、はい、まあ男性の方でもいいですよ、皆さん思ってると思います、ありがとうございます。はい、さて奥間さん、あのブライダルの方もさ、あのブライダルシンガーで活躍されている傍らという、あの童謡コンサートも頑張ってますけれども、はい、あの司会の方でも現在活躍中、素晴らしい、いかがですか、司会はまたこれ、司会って会を司るって書くんですよ。あら、そうですね、本当だ、はい、会を司る方、それをまた知った時に、はい、やっべ、私じゃできねえって思ったんですけど、いやいやいや、でもだからこそ、うん、自分でいかようにもできるっていうか、自分のカラーで、あの、ま、暗い挙式にもできれば、いや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 、明るい挙式にもできれば、暗いと言わなくてもね、やっぱり落ち着いた感じを好まれる方もいらっしゃるし、そうそうそう、うん、イエイイエイみたいな弾けた感じをやっぱり、ね、はい、年代であったり、うん、お客様の客層でやっぱり変わるし、はい、まあ、でもあの挙式に関わらず、いろんなイベントとかでも近い、ね、今積極的に動いてるっていうのを私も、はい、あの陰ながら感じ上げてはいたんですけれども、はい、あの司会とシンガーとって、まあ、選ぶことはないんですけど、うん、どっちがやりがいがあるとか、なんかどっちがなんか、これはですね、本当に面白いことに波があります、うん、あ、司会が楽しい時はちょっと歌がやっぱり自分の中で良くなかったりとかして、でも歌がすごくいい時には司会がちょっと、うん、でもまあ兼ね合ってるところあるかもしれないですよね。不器用ですね。いよいよいいと思いますよ。どちらもできるあやさんだから、今後も頑張ってください、はい、あの司会業もそうなんですけど、あとコンサート、私よく耳にするんですけど、はい、小さいあのお子さんたちへのコンサートも積極的に活動されてるというのを聞いてますけれども、はい、保育園、幼稚園、保育園、幼稚園、県内各地に行ってるんですよ ね、 すね、お声かかったら、はい、ね、まあ、図書館コンサートとか、そんな本ですかね、あのお一人ではないと思うんですけど、グループで、はい、少人数であったり大人数であったり、そうですね、うん、2人とか3人とか、なるほど、はい、なるほど、もうね、来月は12月ですよ、クリスマスとかね、はい、お声かけしたい方いたら、ぜひぜひ奥村さんにクリスマスコンサートやってくださいとかって言うとね、飛んでいきますよね。飛んできます。あやお姉さんとか呼ばれるの？そうなんです。なんですと。なので頑張ります。あやお姉さんですとかっていくんだ、はい、そうかそうか、楽しい、いい声、いい声、楽しそう。まあ、これからもあやさんの活動、私は楽しみにしております、はい、ありがとうございます、ぜひ頑張ってください、はい、
ね、さて楽しいお時間あっという間になってまいりました。いかがでしたか今日は。本当にあっという間で、はい、また来たいです。また来週来てくれます。いや違うか、来週はもうまたフルートの素敵な方。そうなんですよ、はい、もう予告しちゃったよね。大丈夫です。来週のゲストはフルートの方がいらっしゃいますのでね、楽しみにしててください、はい、でもね、あやさん今週末のその大会もぜひ楽しみながら頑張ってきてくださいね、はいはい、ありがとうございます。そして今後の活躍私心より楽しみしてます。心より応援しております。はい、はい、ありがとうございます。心より楽しみはおかしいんです。心より応援しております。司会者でありシンガーであり、はい、ね、またお母さん業も頑張ってください。大変ですね、頑張ります。読谷でも頑張ってくださいよ、県内各地ですよ。あの主婦としてもね、はい、ぜひあのうちの嫁で頑張ってください。はい、はい、来週も引き続き素敵なゲストさん、そしておいしいもの紹介していきますよ。お楽しみに。それではまた来週もお会いしましょう。お会いしましょう。お相手は神光美希子でした。チャオ、アラプロスマセティマナ。チャオ。なんて言ってるんですか。なんて言ってるの。ああ、また来週会いましょう。イタリア語です。